どうもこんにちは、あなたの YouTuber 池田です。今回はですね、こんな感じでいきますよ、はい、今回はですね、本当に、ジャズクラリネット奏者のもうトップランカーですね、谷口英二さんに今回お越しいただきまして、はい、ありがとうございます。どうもお招きいただきましていきなり噛みましたね、はい、お招きいただきました、ありがとうございます。はい、今回の企画としてはですね、当店に出演いただいているミュージシャンの方に、はい、ライブをですね、撮ったものを一緒に見て、まあでそれに対して、まあ、解説というか、うん、その時何を思っていたとか、今こういう技法を使ったんだよみたいなものをですね、まあ、一緒に見ながら楽しんでいただくというような企画でございます。はい、まあ、やばいのかやばくないのか、まあそうですね。はい、ただ普段こうね、いわゆる、まあ、テレビでいう副音声的な感覚で楽しんでいただければと思いますので、はい、はい、ではご覧ください。どうぞ。はい、どうぞ。It's all right with me。オールライトウィズミーということで、はい、これ始まりましたね、これね。コールポーターの、コールポーター、うん、いつもね、はい、こうなんかちょっと跳ねてるような感じですかね、アレンジ的には。そう、次がちょっとポイントです、ね、今、1,2,3,4,2,2,3,4。なるほど、おー、1,2,3,4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 
もう今の若いミュージシャンとかだったら、はい、眠りながらできるやつ。それは僕らぐらいは必死です。ああ、それそんな感じなんだ。うん、時代ってやつですかね、それね。そう、要するに、テッド受験とかね。ドラムの八木沼君とかも、本当にもう、これまだ初めてこの日やってるんですよ。はいはいはい。リハで、もう、なんか、最初ちょっと戸惑ってたんだけど、はい、これワンコレスなんか3回出てくるんですけど、はい、もう3回目は、ああそう、完全にモノに、多分みんな難しいと思うんですけど、どの人が一番大変みたいなのあるんですか、あのテンポの感じだと。いや僕でしょ。年齢的に、ね、そうガキ関係なくなる。、ね、そうなんだ。でしかもせっかくこういうね凝ったちょっと算数的なね、はい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 、アレンジを残したのに、はい、ソロに入ったら、はい、普通っていう。なるほど。まあそうだ、そこはそうなんだな。あとね、このさっきのテーマのブリッジの部分ね、あのテーマでまた出てきて、そこもね、4分の5拍子とかしてるんですよ。ああああああ。でもソロになったら4拍子になってるっていう。そこはそうなんだな。普通じゃんみたいな、ね、普通なんだよな。そうそう、テーマだけなんだ。はい。タイムモジュレーションっていうのは、そのまあ簡単に言うと、その2拍系のリズムの中に、はい、まあ、三拍系のリズムを入れて、はいはい、でそれ、まあ、正確に言うと 1.5 なんですけど、その 1.5 分を1に置き換えるので、はい、何パーセントとかなんかそういうやつなんですね。おお。で、もう、なんか昔からあるんですけど、その技法なんですか。技法ですね。技法なんですか。テンポをこう、ま、手品みたいに変えて。なるほどなるほど。でね、どうか15年ぐらい前とかにめちゃくちゃ流行ったのかな、ウィントン・マルサリスデビューした時とかに、はい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 、タイムモジュレーション使った、はいはい、枯葉の名演とかありますけど、ね、それになるともうもっと前ですけどね。でそれでもう一時期、まあ、僕ほら音大でジャズ教えてたんですけど、なんか作曲の宿題出すと全員必ずタイムモジュレーション入れてくるんですね。あそう。でお前らタイムモジュレーションと、はい、奇数拍子変拍子、はい、もうそれが入ってないと点が取れないと思ってるみたいで。そうなんだ、そういう時期ありました、ね、それはまあそっか、いわゆるなんつうんだろう、まあ難しいんだけど誰しもが挑戦しようと思う技法みたいな感じですかね。ものでか僕ら的にはやっぱすごい新鮮だったので。はい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 、なるほど。だからやってちょっとどうだっていうね。あ多分だから映像僕もなんか微妙にドヤ顔してる感じがして超恥ずかしいんですけど、もうだから若い子らにとってはもう別に普通に、そうなの、うん、今ちょうどカメラ的にもピアノソロだけど谷口さんのドヤ顔映ってますかね今ね。ここはね、あんまりドヤ顔じゃない、うん、それはね、ちょっと最後の曲だったと思うね、ライブのね。そう、アンコール前かな、ね、そうですね、そうですね。だからちょっと時間のこともあって割とコンパクトな写真で、ね、ベースとかにそろましてないです。
でもなんか、あの僕自身ごめんなさい、全然楽器やらない人なんですけど、見ててそのおっしゃってたその4分の、まあ、ソロになったら4分の2になるみたいなのって、こう緩急みたいに僕は聞こえてて、はいはい、そのまあ、いわゆるテーマやってる時はこうな面白い、その今おっしゃったタイムモジュレーションやってて、ソロになるとすぐ戻るっていうのは結構僕の中で緩急な感じしてて、はい、曲として面白いなっていう印象をすごい受けたんですよ。まあ、基本的にやっぱりそのソロやる時はもうひたすらスイングしたいって気持ちがあるので、はい、そうそうですよね、まあ、あえてっていうところで、はいはい、でちょっとやっぱりそういう仕掛けがあると、はい、そう演奏する側もその、はい、コンセントレーション、あの集中力の緩急がつくので、うんうんうん、あのむしろいいリフレッシュになるんですね。うーん、なるほどなるほどなるほど、そっか。だからこのこう細かいその決め事のある中が終わって演奏にバッて入った時に、はい、さあ思いっきりスイングっていう感じで、ドラムの上とかから、あ、ありますあります、ないはないかなと思いまして、いいですね、はい、ここが OK でした、あ、はい、なるほど、次はマジでしょ、あ、ここですね、はい、今、ちょっとメーター間違えました誰とは言わないけどねミュージシャンが似合って笑った時はすごい上手、まあ、くいった時と、あ、わかります、した時それね、見てて分かりますよ、はい、はい、素晴らしい、ドヤ顔でドヤ顔でドヤ顔ドヤ顔してるな、 ありがとうございます、はい、谷口英二をお送りいたしました。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。